今までメンタル面でやられてきて、負けて続けばっかだったので、めっちゃ気持ちいいです今。次は PK で本当に惜しかった、本当に少しで、あと少しの僅差で負けた小林戦に、小林戦の気持ちも背負って交渉戦に挑んでいきたいと思います。